はい、ガッチャンです。はい、さっきね、まあ私、積極的に今ダイエットしてるんですけども、目標の65キロに達成したら、まず、女性ホルモンを再開したいと思ってます。で、その後、全身脱毛をしたいと思ってるんですが、なんとなく YouTube でね、全身脱毛を検索したら、まあ、どうやら、セルフの機械もいろいろあると。で、そんな医療用の機械とか、そういう機械、レーザー脱毛の機械とかを買うんだったら、脱毛サロンをやった方が早いんじゃねえの？ねえ、経営した方が早いんじゃねえの？って思ったわけですよ。まあ、田舎にはね、そういうとこないので、移動式のね、車で、ハンディカムでね、出張でできるようなのがあったら喜ぶ人いっぱいいるんじゃないかなと思ったんですが、そうしたら持ち運びできるセルフのサイズのものでいいんではないかって思ったんですよ。そう思ったらさ、まあ、セルフのものを検索してみたらね、やっぱ高いもんで10万ぐらい、で、安いもんで6万ぐらい。まあ、お試しで買ってみようっていう金額じゃないよね。そう。で、で、合う合わないもあるだろうし、まあ、人気ベスト3とかあったともね、まあ、そんなんで、5畳とかなんかで、シェアリングできたりとか、シェア、なんとか、シェア、ライブシェアっていうサービスがあったけどな、とかでシェアしたりとか、あとは、まあ、NPO 法人みたいのでね、地域で小さく高額な買い物とか、必要なものとかを、みんなでお金出し合ってシェアするみたいな仕組みがあってもいいんじゃないかなってのを思って妄想しました。ガッチャンでした。